はい、こんばんは、タブランチでございます。ちょっと遅くなりましたが、くっちゃべっちゃうか。今日ちょっと仕事遅くなりましてね、で、何やろうかなと思って、昨日米安やったんでね、タムラン兄から CD 借りてきてるのもあるんで、やるかやんないか別にして、ちょっと米安なんかあるかいいと思ってやり始めちゃったのがいけなかった。一曲ね、やろうと思ってた曲があって、今日やるかどうか別にしてちょっと弾き始めたらね、面白くなってしまいまして、ギターがねいいんですよ。でちょっと解析を始めたら、なんかいけそうだけど、これは2本重ねるにどうすればいいんだみたいな感じになりましたね。ギター弾いてると時間の経過を忘れちゃうんですよね。よし、なんとかなりそうだっていう目処が立った時に、ふと時計を見たら結構時間経っててね、あれ?と思って、でそこから慌てて撮ったみたいな感じなんですけど、昨日動画内の曲タイトル間違えちゃった、どっちだ、言葉じゃなくて、僕を育ててくれたあなたへっていう曲をやったんですけど、それが入っている忘れかけていたラブソングという米安の2枚目のソロアルバムの中から今日もやったんですけども、ロンリーロンサムナイトというね、これもいいんだな。アリスの、今はもう誰もがヒットして、アリスの知名度が全国的にバーってなった時のライブアルバム、エンドレスロードってのがあるんですよね。で、そのエンドレスロードの、ソロのコーナー、米安金ちゃん谷村さんだかな、順番的にはの米安のソロコーナーの充実っぷりがすごいんですよ。時期的に多分このアルバムね、忘れかけていたラブソングが出た後あたりになるんだと思うんですけど、だからそこからの曲中心なんですけど、ギターの弾き語りでね、結構な尺取ってやってくれるんですよ、米安が。それがすごい良くってね、その中でもやってたと思うんだよな、ロンリーロンサムライロンリーロンサムナイトね、アルバムタイトル曲になってる忘れかけていたラブソングもすっごい良い曲で、これ私一回もうカバーしてるんですけども、またやってみようかなと思ってますけど、それとページ99って曲と、このロンリーロンサムナイトと、昨日やった僕を育ててくれたあなたへもやってたようなやってないようなね、またタムラン兄にエンドレスロードも借りてくるかライブアルバムね、で金ちゃんが僕の思うことをやってたと思うんだよね、あれはソロコーナーじゃないか。で谷村さんが引き潮かなんか出してた時のやつで、谷村さんはねまだこうソロではブレイク前なんですよね。ただくっちゃべりがすごい楽しいけどね、谷村さんが昔肥満だったっていう、肥満ね太ってたっていう話めちゃくちゃ楽しいですよ。で、今やってる米安のカバーね、タムラン兄から CD 買ってきたのも非常に役に立ってるというかありがたいんですけど、これ一回紹介してますけど、月ちゃんがね、月タムの相方の月ちゃんが、これ確かね去年月タムのファーストアルバムを作って CD を送ってあげたらお礼にっちゅうことでくれただと思います。確かアリスのフルボーン、フルボン屋さん行ってね、月ちゃんに行けてくれて、もう一冊ね、谷村さんの刺繍もくれたん、もらってるんですよ。ありがとうね。で、この本がね、非常に役に立ってるんですよ。なぜかというと、これだからちょうどその、米安が忘れかけていたラブソング出した頃でしょ。昭和52年ですよ。私2歳。第15版発、第15印、印刷が54年にしたって4歳ですけどね、はい、でこれのイルカとか書いてあるし、 NSP とかね、フキノトウとかいろんな人が本出してるみたいですけど、
楽譜が載ってるんですよ。非常にシンプルな、はい、かなり大雑把だけどね、アリスのこの頃の曲とか、谷村さんのソロ、ベイアンのソロ載ってるんですけどね。あるんですよ、ロンリーロサムナイトも。だからコードね、まあこれは別にこれなくてもあのコードは分かったけどまあこれもあるしね。で今あの YouTube でね、あのアルバム丸々載っけてくれてる方いて非常にありがたいですけど、あれは大丈夫なんですか？バンされないんですか？バンリのどうなんでしょう。まあ非常にありがたいですけど、それもあったので、ギターがねなかなかのもんでしたけど、なんとかしました。で、まあ、歌はねそんな感じでやったんですけど、この本が非常に面白くてですね、結構すごいですよ。ほら、わかわか、これ確かなんかねアリスのねスコアの表紙と別アングルですけど、谷村さんよくタバコ吸ってるわ。でね、あの要はインタビューとかそんな感じで載ってるんですよ。あの谷村さんのね中ではね非常に面白かったのがね、自分はフィクションなのかノンフィクションなのかわからないそのラインと言いますかで曲を書くってやっぱり自分で言ってたんですね。私も常々思ってたんですよ。谷村さんの歌詞は本当に独特で、メッセージソングでもないし、でもメッセージソングみたいな感じもするし、これはフィクションなのかノンフィクションなのかって本当に思ってたんでね。あのご本人もあえてやっぱ狙ってやってるんですよ。でさらにソロもやってるんでね、それぞれのソロがアリスを超えたら超えたでそれも面白いんじゃないかみたいなことも言ってるんですよ。ただこの当時アリスを超えてたソロを出してたのはベイアンだと思います。その後どうなんでしょうね。超えたか超えないかの基準は難しいですけど、まあ、谷村さんはね周知のごとくスバルまでガーッとこう行くわけですから、この後、アリスを超えたのかどうか分かりませんが、少なくともベイアンは、の初期はまあすごいですよ、完成度というか、はい、このね中に入ってるね挿絵もね時代を感じるんですよ。ほらね、昔の少女漫画、これ多分少女漫画の人がねベイアンと対談してるんですよ、この本の中で。その人だと思うんだけどね。色を塗って壁に貼っておこうとか書いてあるし貼りたくねえ貼りたくねえけど、はい、なんて人だっけな。あーでほら谷村さんはね、木の実なな、木の実なな、あんたたちって人ね、あのアブデカで、あんたたちって人ね、はい、ね、若っ。この時は歌手としてのナナさんと対談してるのかな。で、ベイアンが確か、これ金ちゃんでしょ。ベイアンが、あ、そうそう、吉田真由美さんって人ですよ。名前は見たことあるよ。少女漫画とか書いてた人かな。で、一番ね興味深かったのが、あのプネプネ、私は矢沢金ちゃんはアリスの中で一番音楽センスがあるというか、うん、音楽性が高いと思ってるんですけど、その矢沢金ちゃんがオフコースと対談してるんですよ。なんかね他の二人の対談も面白いんだけど、金ちゃんがオフコースっていうのがおーと思いましたね。まだ二人のオフコースですよ、あの鈴木さんの時の。小田さんも若いねー。ねー。
まだね細かく読んでないんだけどそれを発見しただけで満足してしまった。まあとにかくねこの本ね非常に面白いんです。これはねちょこちょこ読んでますけども、結構ね結構字がちっちゃいのよ。結構読むの大変なんですけどね、はい、こんな裏表紙。いやー時代だ時代だ、時代を感じるけど。アリスのね本は面白いですよ。あのタムランニーもいっぱい持ってて私読みましたけどね。あの私結構うんちく喋りますけど全部その辺から吸収してますから、読み漁りましたからねアリス。ということで今日は、あそうそうそう、さらば青春の時が出たんですよ。この後冬の稲妻が出るんですよ。さらに大ブレイクしていくというね、アリスのブレイク前夜、もう結構そこそこブレイクはしてたけど、そんな本のご紹介でした。何の需要があるのかよくわかんないけど、アリスファンにはもうよだれもんですよこれは。ということで、なんだ、はい、堀内ベイアンの初期にハマってます、忘れかけていたラブソングというアルバムから、もう一曲やりますね。ページ99はやりたいんですけど、あれイントロがすごいんですよ。またこれが短いんだけど、石川隆彦大先生の編曲による、なんかギター2本かぶせんだよね。すごい気持ちいいんだけど、あれがめんどくせんだよね。カポをどうはめんなみたいなはい、頑張って解析したいと思いますんで。はい、ということで今日は堀内ベイアンのカバーを今やってるのに役に立ってる2つね、タムランニーから CD 借りてるのと、月ちゃんからもらったこの本が役に立ってるのと、この本のご紹介でございました。アリスいいですね、はい、またやってみたいと思います。ということでタムランニーでございました。それでは今日はこの辺で。